FRF チャンネル、テアロタロウです。ギュンター・シュタイナー前代表、ハースの古い構造は機能しない。ギュンターさん、チーム離れて早速前オーナーを批判、非難されたというね、報道でございますけど、内容がよくわからないんですけど、ハースっていうチームはもう考え方がもう古いんだよ、あの親父よみたいな、うん、一言で言うとなんかそういう風に一言すぎて全く内容がないんですけど、まあ、チームの運営の仕方がもうやり方がもう古いとで、うん、まあ結局それでハースさんとざっくりしてすぎてそれだとギュッターシュタイナーとしてはチームの設備投資とか、うんうん、そういったところにまあお金をかけて、うん、まあ、チームを強化しようと、まあ、マクラーレンとかウィリアムズとかアルファトアリはチームの設備を強化してきたんで、チームに投資してほしかったってことね。投資してほしいというか、うん、お金を使うチームの運営していく中のコストの使うところの、うん、まあ何ですかね、重視するところを、まあ、そういう設備を投資強化するっていうところに投資すべきだっていうのが、まあ、チーム代表としてのギュンターシュタイナーとしての、うん、まあ、意見であって、うん、でもそれに対してオーナーのジンハースはそうじゃないよねっていうふうに考えたっていうことじゃないですか、うん、そこの意見が合わなかったから、うん、いやギュンター君にはちょっと任せられないよねっていう、うん、だってハースおじさんとしてはお金出したらそのお金自分のやってほしいとこじゃなくて設備投資に使われちゃうわけでしょ。ああ、そういうこと。でもあれ設備投資っているの、ハースに。なんかそんなにいらないよねっていう話なんじゃないですか。ああ、そういうことか。いや、もちろんメカニカル部門は自分たちでイギリスでやってるので、その例えばパーツ作るための工作機械とか、うん、まあ、それもハース製使ってんじゃないかと思いますけど、うん、ハースオートメーションのやつ、うん、まあ、そういうところぐらいだと思うんで、別に空力パーツとかはね、うん、あの風洞はもちろんマラネロ使ってるし、うん、カーボンのコンポジットはダラーラがやってるんで、ダラーラが作ってるのはカーボンのとこだけなの？まあ、他のパーツも作ってると思いますけど、うん、あ、どのぐらいの割合使ってるかな、ダラーラが全部やってるのかと思ってた。まあ、ほとんどのものはそうなんじゃないかと思いますけど、うん、まあ、でもものによっては全部あのダラーラでやる必要なくて、まあ、他の、あの外注業者とか使ったりもするって言ってましたけどね、うん、あ、なるほどね。で、まあ、いずれにしてもだから、あの他のチームみたいにカーボン焼くためのオートクレープが必要とか、なんかいろんな、ね、そういう要するにカーボンパーツを作るための施設が必要なわけじゃないし、うんうん、まあどうなんでしょうね、風洞実験するための、ね、3D プロトタイピングの機械が必要かっていうと、まあ、それもちょっとマラネロでやってんじゃないかなと思うんで、だから、まあ、ギュンターさんがどういうものを、その投資と、うんうん、インフラ投資と言ってるのか分かりませんけど、うんうん、そういうことか、うん、要するにだからそれがギュンター・シュタイナーが提案しているものが本当に正しくて、それをやれば、うん、あのチームの成績が上向くよねっていうふうにジンハースが納得したんだったらそうしたと思うんですよね。ジンハースとしてはそれが納得できないよねっていう計画だったから、うんうん、ちょっと君にはこれ以上ちょっと任せられないんじゃないのっていうことだったと思うんで、逆に言うとそれってまあある種小松さんが今言ってることと全く同じで、小松さんは今の現状のスタッフと現状の体制でもまだまだ伸びしろはあるっていうふうにはっきりおっしゃってるわけですよ。それが組織の問題で、組織のコミュニケーションがちゃんと取れてないせいで、ここのスタッフの能力が全然発揮できてない、はいはいはい、だからまずはそこを整理して、うん、みんながちゃんと自分たちの本来の力を発揮できるようにするべきですと、うん、で全員が発揮できてから、これでじゃあここが足りないね、じゃあここ補強しましょうかとか、うん、ここにお金投資しましょうとか、うん、スタッフ入れましょうとかっていう話をするべきで、それはまずみんなが力発揮してからの話ですと、うん、だからまずやるべきって、じゃあインフラ投資やじゃなくて、うん、そもそもイタリアのスタッフとイギリスのスタッフがコミュニケーション取れてないよねとか、まあ、ダラーラとのやり取りとか、そういうところをまずスムーズにちゃんとやることに力入れるべきだよねっていう、要するにまあジンハースさんは多分そっちの小松さんの意見というか、こうやった方がチームとしてうまくいくんじゃないですかっていう提案の方をまあ信用したっていう、となるとギュンター親分が代表でわーってやったら当然、まあ
まあね、オーナーともそうだけど、で小松さんも実はちょっとおいおい大丈夫かと思ってたところがあるってことだよね。まあ、小松さんがだから今こういう理由でうまくいかないよって思ってるところが、うん、ギュンター・シュタイナーも同じように思ってて、はいはいはい、あそこがうまくいけてないよねって、みんなでそこ改善しなきゃいけないよねだったら多分みんな一丸となってやれるんですけど、うん、そこに対してギュンターがいやいやチームのコミュニケーションはいいんだよって、設備さえ良くなればって思ってるんだったらそれじゃ解決しないでしょって小松さんは言うだろうし、それをジンハースさんに言って、確かにジンハースはそうだよねって、小松綾乃の言う通りだねって、うん、じゃあちょっと綾乃に任せた方がいいかなって、おまあ、それを多分説得納得させるだけのものが小松さんのその提案にはあったんじゃないですかね。あ、なるほどね。逆にジンハースにとってはギュンター・シュタイナーが言ってることの方がちょっと納得しづらいよねっていう、うん、まあ、もちろんこれはやってみたら結局は小松さんが間違っててギュンターが言ってることが正しいかもしれないですよ。でも現時点ではジンハースがどっちを選んだかっていうと小松さんの意見の方、まずそもそも今のみんなのスタッフがパフォーマンス発揮しきれてませんっていうところをまあまず信じたっていうことなんじゃないかなと思いますけど、でそれに対してギュンターが、うん、いやいや俺は設備投資したかった、設備投資すればチームは良くなったはずで、うん、設備投資しないのが悪かった、チームがパフォーマンス出なかっただけで俺が悪いわけじゃないっていうふうに言いたいだけでしょう、うん、ああなるほど、うん、ちょっと吠えたくて吠えちゃったっていう、うんうん、まあ、うまくいかなかった、まあ、去年ランキング10位だった理由を、うんうんうん、まあ、そこに求めているという、まあ、ある種言い訳のような気もしますけど、ああそういうことなのね、まあ、でもそういうことだったらあんまり吠えない方がいいよね。まあね、うん、どんどん自分のイメージがこう悪くなっちゃって、まあそれを聞いて、うん、あギュンターの言う通りだよねって思う人もいるかもしれないし、それでギュンターをクビにしてるようじゃ、まあ、ジンハースダメだよねとか、うんうん、小松綾は見る目がないよねって思ってる人もいるかもしれないけど、そこはもう小松さんがこれから証明していくだけ、うんうんうん、これで、ね、うまくいけばやっぱ設備投資必要なくて、うん、コミュニケーションちゃんとするだけでパフォーマンス上がったじゃないですか、はいはいはい、じゃあギュンター言ってたこと間違いでしたよねって、うん、まあ、証明できると思うんで、うんうんうん、まあ、そうなるとさすがにギュンター・シュタイナーも次どっかでチーム代表っていうのはなかなか、ね、この人に任せようとはならなくなって、まあ、結局ハースとしては全然成績この何年もやってきて上向いてないわけで、うん、チーム代表としてじゃあそれが正しいかっていうと、ね、やっぱりちゃんと仕事できてないのは確かですから、うん、まあ、チームできてスタートダッシュは良かったからね、うんうん、最初はいきなりポッとこう良かったから、こうだんだん下がっていっちゃったのかな、でもね、一回持ち直しかけたんですけどね、リッチエナジーに逃げられたところでなんかおかしくなっちゃった。はい、そうか、あの時もずっとなんか自前でやってきた感じだったのがパンとリッチエナジーがついて、うん、ぐっと行きかけて、うん、でフェラーリと提携また強化したところからまたおかしくなってきちゃってたので、だからまた小松さん体制になって、うん、まあ、フェラーリとの関係は悪くないんだもんね、うんうん、悪くないはず、はず、うん、でもまあそれがいいか悪いかもまだ判断はできないっていう、それ以前の問題だからっていう、うん、今の自分たちのスタッフが力を出し切れてないんだから、出し切って初めてフェラーリとの関係がいいか悪いか判断できるし、ダラーラと、まあ、要するにイギリスとダラーラとマラネロと3拠点でやってるのもこれがいいのか悪いのか、もしくは改善するならどこを改善するのかっていう、それすらまだ判断できる状況にはないっていうレベルだっていうことをまあ小松さんは言ってるんで、まずはそこを底上げしてからだよねっていう、まあ、小松さんからしてもその組織の中の一つの一部にいただけで、うん、今は全体を見るポジションに来たから、うん、一回全部把握して風通しよくしてみてから次考えますよっていうことをおっしゃってると思うね、うん、で、まあ、すでに、ね、テクニカルディレクター、新しくチーフデザイナー昇格させたりとか、うん、新しいパフォーマンスディレクター、うん、いう役職を作ったりとかっていうのも、そこをこの3部門というか3拠点をスムーズにやり取りするために、そういう人、この人だったらちゃんとマラネロとよく連絡取るよねとか、そういう人を、まあ小松さん当然エンジニア仲間としてずっとやってきてる人たちだから、そういうコミュニケーションちゃんと取って、あいつが言ってることは信用しないとか、俺が正しいんだから他の人の意見は聞かないとかっていうような人は入れないっていうことをまあやってるんだと思うんで、まあ、まずはそこがうまくいくというか、それでも
うまくいかない部分もまだあると思うんですけど、そこでどこまでいけるか、まず、まあ、そのボトルネックにすら当たってないっていうね、はい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 、ここなんで、うん、まずは今いる人たちを全部もう全力出し切ったっていうところまで行って、うん、それでランキング8位なのか、はいはいはい、ランキング5位なのか、はたまたやっぱりランキング10位なのかっていうので、うん、じゃあここをもっと強化しなきゃいけないねっていう、外部からすごいテクニカルディレクター連れてくるとか、はいはい、まあ、マラネロでやるのはやめて自分たちで空力部門もやっちゃうとか、あ、なるほど、ダララじゃなくて違うところで車作るとか、うん、まあ、その辺を見極めるのにちょっと、まあ、時間が、ね、かかるということで、それも見極められるレベルじゃないっていう、うん、まあ、まだしばらくはちょっと後ろで戦うことになりますよっていうことを、うん、おっしゃってるってことなのね、うん、まあ、慌ててガチャガチャやってもうまくいかないから、とにかく今は時間をかけて、時間はかけた、かけないですけど、うん、あ、その時間をかける、まあ、かけてっていうよりは、まあ、やるべきことをしっと積み上げていくっていうことですね。なるほど、まあ、だからあとはギュンタさんがね、これあんまりこう吠えて、せっかくねいいイメージで、うん、こう注目されてた、でもそれはチーム代表としての力量で注目されたわけじゃないですからね、うん、キャラクターだからね、ランキングが例えば10位から8位に上がって5位に上がっただったら、チーム代表としての能力が買われて、まあ他のチームにまたね、例えばレッドブルに行くとか、うん、あるかもしれないけど、うん、まあキャラクターが派手でなんかねもう歯に衣着せることを言って目立つからで、レッドブルには行かないですからね、そうね、成績としてはどんどん落ちてっちゃったら、ね、目立ってるだけで落ちちゃってるんだったら意味ない、ネットフリックスで人気者になりましただけでは意味がないので、うん、まあ、そこが、うん、世間のイメージと実際のチーム代表としての、まあ、実力とっていうところでまた少し乖離はあるような気がするし、うん、まあ、ジンハースさんが、ね、お金出してないみたいなイメージも持たれちゃってるわけじゃないですか、でもそういうイメージですよ、でもスポンサーもろくにいないのに、うん、こんなもう10年近くやってるなんて、うん、どう考えたってめちゃめちゃお金出してるんですよ、うん、F1 をこれだけやり続けてて、うん、でお金なくて例えば、うん、サプライヤーにお金も払えませんとか、うん、なんかもう撤退の危機ですみたいな、そんなことも一度もないわけで、うん、間違いなく回していくだけのお金はちゃんと出してるし、うん、それも外部のスポンサーに頼らず自腹で出してるわけじゃないですか、うん、あれそのハースおじさんは自分でやりたいからいや そのははあのスポンサー活動していないのか、いやしてないことないし、スポンサーがつかないから しょうがないから自分がやった、うん、いや別にリッチエナジーはついたし、うん、まあ、払わなかったけ たけど、まあ、今だとマネーグラムもついてるんで、うん、もちろんそれは全然スポンサーバリバリついて、そしたらだってジンハースは別にスポンサーついたからじゃあ俺がお金払わなくていいわじゃなくて、もともと払ってるところにさらにスポンサーつけば、うん、さらに予算増えるわけだから、もちろんコストキャップのいっぱいいっぱいまで全部払ってないと思いますよ、はい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 、これぐらいあればまあミニマムで回せるよねっていう金額でやってると思いますけど、うんうん、でもそれがチームが運営できなくなるような金額じゃないっていうね、はい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 、ことなんで、うん、それを10年やってるってことなのね、うん、で成績が上向けばそれはねもっともっと楽しくなって出したいってなるだろうし、逆に成績が全然上向かないからもう嫌だってなってくるでしょうし、俺腹立つわってなるよね、でも成績が上向けば多分スポンサーも増えるんで、はいはいはい、そうなるとすごくいいスパイラルに入っていくんで、あ、なるほどなるほど、だから、ね、うん、自分たちの実力出し切ってないのに設備投資やとかっていうのは確かにちょっとナンセンスだよねって、まあ、特にそれが、うん、ギュンタ・シュタイナーの その設備投資するべきですよ、だってウィリアムズもマクラーレもやってて成績上向いてるじゃないですかっていうところだけ聞けば、うん、ああそうか、じゃあギュンタ君、うん、あのファクトリーじゃあ新しいの入れようよとかってなったかもしれないけど、うん、実際ファクトリーで技術面やってる人に聞けば、うん、いやいやあの機械とかそういう話じゃなくて、うん、あのマラネロのやつと全然話ができないんで車こんなんじゃ良くならないっすよ、みんながちゃんと仕事できる状況じゃないっすって言われれば、そういう問題じゃないんですよっていう、機械入れたところでそれは改善しないですからね、確かに、うん、だからそれを聞くとやっぱり多分経営者としてハースさんは小松さんが言うことの方が正しいかなって判断したからこの今の決断に至ってるんだろうなっていうのは分かりますよね、なるほど、そういうことね、まあ、まあ確かにおっしゃる通りギュンターさんは代表としてチームの成績は年々落ちてった末路が、うん、今回の、ね、この交代という、ね、事態なんで、うん、まあ、ランキング最下位ですから ねでどうすんだって言われて、いや設備投資すればよくなりますよって言われたら、うん、はって確かにはだねで現場の担当者に聞いたら、うん、いやそんな話じゃないですって言ってたらどっち信用するかっていう話なんじゃないですか、ね、うん、なるほどね、うん、だから
ギュンターさんってのはちょっと やっ気になって言っちゃったんだろうね、うんうん、はい、ということで確かに、ギュンターさんはキャラクターとしてはピンチは広がりましたけど、実力としてはチームの結果は下降戦の一途だったということで、ギュンターさんもう一度、もう今一度這い上がって頑張ってくれ、またどっかで会おうねと思った方、いいねボタン、チャンネル登録、ファンライフアイテムは概要欄から、あらたした。